10世紀から11世紀にかけ隆盛を極めた宇佐神宮は、神宮寺の弥勒寺を中心に国東半島の6つの郷に次々と寺院を開きます。この寺院群を総称して六郷満山と呼び、被災や間外仏をはじめとする独特の山岳仏教文化が花開きました。お寺を参拝し、仏様を拝むと、奥まった場所、あるいは階段をさらに上がった場所には神社があり、いつの間にか神様に参拝しています。神と仏、そして自然と人間、その融和と共生を象徴した信仰の形。訪れるほどにその魅力はますます深まっていきます。日本一雄大荘厳な熊野磨崖仏。こんにちは。駐車場の入り口に受付があり、拝観料300円です。受付の左の道を上がると大蔵寺があります。大蔵寺は中世には今熊野山と呼ばれた寺院で、国東半島の峰入りの入り口にもなる寺院でした。かつては修行僧や修験者を多く抱える修行の寺であったとされています。寺に残る鬼界面は国東半島でも最大のものです。受付から右に登っていくと、熊野磨崖仏入り口が見えてきます。磨崖仏に行くには急な石段が続くため、受付で杖を勧められました。なだらかな坂道が続きます。少し坂がきつくなってきましたが、緑に包まれて爽快です。鳥居が見えてきました。こんにちは。大丈夫大丈夫、うん、大丈夫。鬼が気づいた石段、この石段は鬼が一夜で築き上げたという
伝説が残っています。昔この地域にいた鬼が権現様に人間の肉が食べたいと願います。日暮れから翌朝までに百段の石段を作れば許そうと権現様は言ったのですが、なんとあれよあれよという間に99段まで積み上げ、最後の1段を完成させようとした時に権現様がコケコッコーと夜明けを告げる泣き真似をしたのです。鬼はこの声を聞いて権現様に殺されると最後の石を抱えて逃げて1里半6キロほど走り、息が切れて苦しいので石を放ったら木月氏三公の立石で力尽きたと言われ、里人たちは権現様のおかげで安心して暮らせると感謝したそうです。段積みの急な石段をしばらく登ると突然林が切れて明るい空間に出ます。目前の絶壁には巨大な不動明王像、その右に大日如来像、不動が高さ約8メートル、大日が同じく7メートルほど。12世紀頃、鎌倉時代前期の作と言われる不動明王、じっとこちらを見下ろしてくる感じです。ともかく大きく立て、思わず祝然とした気持ちになりました。11世紀頃、平安時代後期の作と言われている大日如来、その姿はあまりに自然で周囲の風景に溶け込んでいます。石段は磨崖仏よりさらに上へ続いています。頂上まで登ってみると、そこには熊野神社の本宮がありました。神仏習合の傾向が強い国東半島ですが、磨崖仏のすぐそばに神社があるというのは、その思想を色濃く表していると言えるでしょう。磨崖仏で不動明王像の右下に彫られていた磨崖神像は、熊野社本宮に祀られている神様であると考えられています。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメントなど励みになりますのでお願いいたします。